要求に対して満額あるいは要求を超える回答を引き出した組合数は昨年以上という印象でございます。33年ぶりの 5% 台であり、日本のステージ転換にふさわしいスタートが切れたという判断をしております。これからが本当の正念場である中小企業や組合のない職場で働く人を含むみんなの賃上げを実現しなければなりません。みんなで賃上げ、ステージを変えよう。私たちの力で社会を変えていきましょう。共に頑張りましょう。パートタイマーの生活者の視点、人材確保、人材定着の観点を基軸に、全ての労働条件において賃上げ、格差是正、政策制度の実現に向けて連合団結して頑張ろう。そして組合員の期待に応えるため共に頑張りましょう。